映画ナタリをご覧の皆さん、こんにちは、堀田真由です。今回私が大切な作品を2つ紹介したいなというふうに思います。まずは、私の過去作から選ぶということで、本当に1本に絞るのはなかなか難しかったんですけれども、私は映画あの日のオルガンを選ばせていただきました。この話はですね、第二次世界大戦の中、幼い子どもたちの笑顔を守るために若い保母さんたちが集団疎開をした実際に基づくお話なんですけれども、撮影していた時がちょうど私が19歳で10代の時で、こう芝居に対しても今もそうなんですけど、結構もがいてたというか、うまく自分がこう伝えたいことをこう役を通して伝えるっていうのが難しくて、すごく監督にも丁寧に丁寧にご指導していただいた作品なので、そういった意味でもすごく思い出深いですし、なんかその作品をやったことによって、もっと気持ちを伝えられる役者さんになりたいなというふうに思った作品でした。命の尊さだったり、なんかこうありがたみだったり、当たり前のことが当たり前じゃないんだよっていうことをすごく教えていただいた作品なので、ぜひ皆さんも見ていただけたらいいなというふうに思います。はい、そして続きまして、私を作った一本なんですけれども、映画レディーバードです。この作品は田舎に住んでいた女の子がこう都会に住むことを、都会に進学することを夢見て、周りの大人だったり家族、友達とこうぶつかり合いながらも成長していくという物語なんですけれども、私も実際に、高校生の時に地元から夢を追いかけるために東京に出てきたりだとか、そういうなんか共感する部分、重なる部分がすごく多い作品なので、私は引き込まれたんですけれども、その作品の冒頭で主人公が何かを成し遂げたいっていうセリフがあるんですけど、でお母さんが、じゃあ夢はあるのって聞かれて、でもその主人公はないっていう、その一言二言のやり取りだけですごい、ああ分かるなと思って、私も高校の時に何かを成し遂げてこう未来につなげたりとか、今自信を持つ何かっていうものを持ちたいけれども、その何かっていうのは実際になんかこうこうなんだって形にしては言えない、そのもどかしさっていうのが、そういう多感な揺れ動く心情っていうものも私は学べた作品だったかなというふうに思います。ぜひたくさんの方に共感していただける作品になっていると思うので、映画レディーバードも楽しんでいただけたらいいなというふうに思います。こういう状況下の中で、共有する時間だったり、こう人と交わる時間っていうものは本当に大切だなというふうに、私もこう自粛期間中に自分を見つめ直す時間も多かったので、考えていたんですけれども、私が今できることは素敵な作品を皆さんにお届けすることだと思うので、また、笑顔で再会できる時に皆さんと、舞台挨拶なんかでお会いできるように、作品をこれからも届けていきたいなというふうに思います。以上、堀田真由でした。バイバイ。